年金の拠出が1000円を超える方がいる可能性はあり得ると思います。加藤大臣は衆議院の予算委員会で、会社員や公務員などの負担額は月1000円を超える人が出る可能性があることを明らかにしました。これまで政府は支援金の負担額は、加入している医療保険制度や所得によって異なるとした上で、 平均すると2028年度時点で月額500円弱になると説明しています野党側は増税隠しだなどと批判していますが加藤大臣は歳出改革などにより追加的な負担が実質的に生じることはないと強調しています